回栃木には地元栃木なんですけども、はい、栃木には帰ったんですけど、その後、大島がちょうど忙しい時期だった、暇だったらヘルプに来てくれないかと、それで来たのが初めですね。きっかけはですね、義理の親父が漁師をやっていて、で急に病気になって亡くなっちゃったので、船も残してくれてたんで、漁業もあったんです。まあもったいないからやって、とにかく親父がその物を大切にする人間だったんで、自分で直し直しずっとこう海で使うもんなんで、油で磨くんですよ。4月1日が大体口開け、漁の解禁、はい、で、終了は10月ぐらいまで。いい草か悪い草かっていうのは、触ってみてこうツルツルしてるのがまあいい草、でちょっとガサガサしてるのが良くない草、あとまあ根元にゴミがついてるかついてないかでちょっとそれで確認する。水が好きじゃないと結構できないのかな。子供に潜る先輩漁師もいるんで、ね、結構辛い仕事なので、昔に比べてちょっとその天草の量が減ってきたっていうのが一番なんで、地球の温暖化によって、天草っていうのは一回水温が下がらないとこう発育が悪いっていうのがあるんで、天草とは水の中に潜ってるのがすごいやっぱ楽しいんで、水に浸かってないとまあ干からびちゃうっていうのもあるのかもしれないですけども、